交通規制の看板はいわき市や南相馬市など県内26市町村に合わせて536枚設置されます。このうち49枚の看板が設置される福島市では今日から設置作業が始まり、県に委託された業者が街路樹や柱などに針金を使って看板を設置していきました。県では去年およそ2億5000万円の経費をかけ聖火リレーの準備を進めてきましたが、中止が決まり看板の作り直しなど今年も同じ額ほどの経費がかかるということで、国に支援を求めています。少しでも住民の皆さんの生活に影響がないように、あと当日の聖火リレーの運営が円滑に進むように、しっかりと作業を進めたいなというふうに思ってますけど。